先日、妹さんのマナさんがご挨拶に見えてね。ちゃんとしたお嬢さんだと、こちらとしては喜んだんですがね。そういえばマナ、あちらのお宅へ伺うんだと言って緊張していたな。ちゃんとご挨拶できたのならよかった。俺が少しほっとしていると、信じられない言葉が続いた。お兄さん、介護士なんだってね。お父さんは小さな印刷会社にお勤めとか。はい、そうですが。お父さんはしょうがないとしても、お兄さんには結婚式には出席してほしくないんですわ。え？俺の名前は東堂康介、30歳。高校を卒業してすぐ、介護施設に就職した。入社当時は資格も何もなく雑用ばかりだったが、介護士の資格が取れた今では周りに頼られ、利用者さんたちにも信頼を寄せられていると自負している。何より俺はこの介護の仕事が大好きだし、天職だと思えた。仕事は充実してるのだが、恋愛の方は。東堂さんは恋人はいないの？利用者さんからは毎日のようにそう声をかけられるが、残念ながら昔から恋愛には奥手で、30歳になった今も異性の友達さえいない。あら、じゃあ私の孫を紹介するわよ。なんてこともよく言われるが、実現したことはない。一方、妹のマナは俺と正反対だ。愛嬌があり、社交的で、いつも男女問わず多くの友達に囲まれているマナ。彼氏ができた時は、いつも一番に俺に紹介してくれた。俺から見れば、頼りがいのある優しい彼氏だったが、マナは、お兄ちゃんほどじゃないよ。お兄ちゃんみたいな優しくて頼れる人はなかなかいないんだよね。なんてことを口にしていた。俺たちは普通の家庭より兄弟の絆が深い気がする。小さい頃から助け合って二人で過ごしてきたんだから当然なのかもしれない。そう。俺が小学5年生の時だった。大好きだった母親が交通事故で亡くなったのだ。あまりに突然の悲劇で、俺と父親、そしてまだ幼稚園に通っていた小さな妹は、しばらく呆然としたまま毎日を過ごしていた。そして少し落ち着くと、父親は、母のいなくなった寂しさを紛らわすように、今まで以上に仕事に打ち込むようになり、残業や出張も厭わず、家で俺たちとゆっくり過ごすことは少なくなっていった。俺の傍らには、いつも妹がくっついていた。母親がいなくなり、父親も忙しくしているのだから、妹が頼りにできるのは俺だけだったのだ。マナを守らなきゃ。俺は幼いながらもそう感じ、できる限り妹のマナと一緒に過ごし、世話をしてきた。ふさぎがちだったマナも、お兄ちゃんが私のお母さんみたいね、なんて言ってニコニコと笑うようになっていった。気を抜くとくじけてしまいそうな精神状態だった俺を奮い立たせていたのは、間違いなくマナの笑顔だった。俺は高卒で就職したが、マナにはしっかり勉強してもらって大学へ行かせてやりたいと父親とも話していた。マナもそんな気持ちに応えるように勉強を頑張り、高校時代の成績はいつもトップクラスだった。そして、
希望通りの大学に合格。卒業後は大手企業に就職し、得意の英語を活かし働いている。彼氏がいることは聞いていたが、マナはある日、結婚したいと思ってると打ち明けてきた。彼氏はマナの三つ上で、明るくて優しい人だ。二回ほど会ったことがあった俺は、彼の人柄は分かっていたし、反対する理由はなかった。後日、改めて、父親と俺、彼とマナの四人で会った時も、その思いは変わらなかった。人の良さそうな優しい彼の笑顔は、少しマナに似ている気もして、不思議な安心感があった。妹をよろしくお願いします。妹の夫になるその彼に、改めてそう言った俺は、言葉にならない思いがこみ上げてきて、思わず泣きそうになってしまった。慌ててにじんだ涙を拭き、顔を上げると、マナの目も少し潤んでいたように見えた。そうだ、これ、結婚祝いに、と思って買ってたんだ。俺は涙をごまかすようにそう言って、綺麗に包まれた箱を取り出した。中身はマナが好きな作家さんの絵だ。わあ、素敵な絵。さすがお兄ちゃん、私の好みよくわかってる。額に入れられたその絵には、薄い色合いで綺麗な夕焼け空が描かれていた。俺が中学くらいの時だったか、公園で遊び疲れたマナを背負いながら、帰り道に一緒に見た夕焼け空を思い出し、迷わず手にした絵だった。そんな俺の思いを知ってか知らずか、マナは無邪気に喜んでいた。有名な画家の高価な絵でも買ってやれたらよかったんだけどな。何言ってるの。高価なものより私はこの絵がいいわ。マナはそう言って大事そうにその絵を胸に抱えた。時々優しく笑う彼と顔を見合わせながら楽しそうにしているマナを見て、俺は心から思っていた。幸せになれよ、マナ。帰るとき、彼はもう一度、俺と父親に深く丁寧に頭を下げ、マナと二人仲良く並んで駅に向かっていた。数日後、俺の携帯に着信があった。仕事中で出られなかったのだが、休憩中に見た履歴には知らない番号が並んでいた。こんなに何度も、誰だろう。俺は不思議に思いつつ、その番号にかけ直してみた。もしもし、やっと繋がった。私、大月誠の父ですが。いきなり低い声で話し出す相手の名前に、俺はハッとした。大月誠さん、つい先日会ったばかりの、妹の婚約者だ。妹の婚約者のお父さんが、俺に何の用だろう。まさかマナに何かあったのかな。俺は不安になりながらも、あ、はじめまして、マナの兄です、と挨拶をした。大月さんは、その言葉に返事をするわけでもなく、話を続けた。先日、マナさんがご挨拶に見えてね。ちゃんとしたお嬢さんだと、こちらとしては喜んだんですがね。そういえばマナ、あちらのお宅へ伺うんだと言って緊張していたな。ちゃんとご挨拶できたのならよかった。俺が少しほっとしていると、信じられない言葉が続いた。お兄さん、介護士なんだってね。お父さんは小さな印刷会社にお勤めとか。はい、そうですが。お父さんはしょうがないとしても、
お兄さんには結婚式には出席してほしくないんですわ。え？新婦のマナの兄である俺に結婚式に出てほしくないだなんて、一瞬聞き間違いかと思ったが、大月さんは続けた。いや、私は銀行の頭取をしてましてね。息子も一流企業で部長という役職について頑張っておるんですわ。はあ。親戚には市議会議員もいたり、私の弟なんかは学校長を経て、今は教育委員会のトップですわ。はあ。長々と話す大月さんの話は理解できないわけじゃなかったが、なぜ今ここでその話をするのか首をかしげていると。単刀直入に言いますと。声を大きくした大月さんの言葉に俺は身構えた。うちとは格が違うんですわ、そちらのお宅は。ふっという笑い声が最後に聞こえた。明らかに馬鹿にされ、下に見られていることに無性に腹が立ったが、否定はできなかった。それに大切なマナの婚約者のお父さんだ。声を荒げて言い返すことは避けたい。俺はぐっと我慢した。ねえ、どうします？うちの親戚に囲まれて恥ずかしい思いをするのはお兄さんなんじゃないかなとも思うんですわ。だって介護士でしょ。お給料も少ないんでしょうね。仕事を馬鹿にされ、俺はさすがに言い返しそうになったが、大月さんは構わず続けた。お兄さんはいないってことで、結婚式は不参加にしてくださいよ。うちの格が下がるのは我慢ならんのでね。息子がどうしてもって言うから、結婚自体はしぶしぶ受け入れましたがね。親戚一同が揃う結婚式で、私に恥をかかせないでくださいよ。それとも何ですか？結婚そのものがなくなってもいいなら、私も出方を考えますけどね。大月さんは脅すようにそう言った。俺は拳を握りしめながらも受け入れるしかなかった。はい、わかりました。おお、さすがお兄さん。話がわかるお人だ。ああ、そうそう。なんだか子供が描いたようなお粗末な絵を結婚祝いだと言って渡したそうだね。そういうところだよ。額が違うっていうのは。うちなら結婚祝いにピカソの絵でもドーンと渡してやるさ。愉快そうに大声で笑う大月さんに、俺は背筋が寒くなった。マナの婚約者の誠さんは誠実で優しくいい人なのは間違いないが、お父さんがこんなで大丈夫なのだろうか。マナの未来が心配になったのだ。そして電話を切ってすぐマナから着信があった。お兄ちゃん、誠さんのお父さんが結婚式について打ち合わせしたいから、お兄ちゃんの連絡先を知りたいって言うから教えたよ。ああ、ちょうど今。あ、そうなの？お父さんなんだって？俺はマナに今の大月さんの言葉を伝えるべきか迷った。マナにとってもショックな言葉だろう。でも、俺が結婚式に行かないということを伝えないわけにもいかないし。迷って黙り込んだ俺に気づいたマナは、どうしたの、お兄ちゃん。お父さんに何か言われた？心配そうにそう言った。ああ、いや、俺さ、結婚式には出ない方がいいと思って。やっぱり、何か言われたのね。教えて、お兄ちゃん。強い口調で聞き返すマナに、
黙っておくわけにもいかなくなり、俺は言葉を選びつつ、大月さんから聞いた内容を伝えた。すべて聞いたマナは静かに、でもはっきりと前を見据えて。わかった。大丈夫、お兄ちゃん。結婚式には出て。お兄ちゃんが出てくれない結婚式なんて、私にとっては意味ないもん。そう言って、にっこりと笑った。そして数ヶ月後、結婚式当日になった。着々と準備は進んでいるということは、マナから聞いていた。とにかく派手に、豪華な式に、と、誠さんの両親からは言われたらしいが、身の丈に合わない式はしたくないと、誠さんは拒否。マナもそれに賛成し、二人で準備を進めたらしい。金は出すから、と言われたらしいが、それも断ったという。マナも昔からそうだが、誠さんも、現実でまっすぐな性格なんだな。俺はそう思って、少し安心した。大丈夫。お兄ちゃんも絶対結婚式に来てね。心配しないで。大月さんにああ言った手前、俺は少し躊躇したが、マナの晴れ姿を見たい気持ちは抑えることはできなかった。マナも大丈夫と言ってくれているし、俺は着慣れないスーツを着て、父親と共に式場に向かった。到着したのは式が始まる30分前だった。親族の控え室に入ろうとしたとき、後ろから、おい、なんでいるんだ、と怒号がした。振り返ると、わなわなと震え、仁王立ちしている男性がいた。親父。必死でその男性をなだめている人は、誠さんだ。ということは、この男性は、俺に来るなと言った大月さん。来ないと約束しただろ。俺の顔に泥を塗るつもりか。君みたいな人がいたら、我が家の恥なんだよ。大月さんは、俺に向かって大声で怒鳴った。それは言い過ぎでは。優しくて少し気の弱いところのある俺の父親もさすがに言い返したが、聞き耳を持たず怒号は続く。誠さんのお母さんも隣でおろおろとしながらも必死で止めようとしていたが、その手も振り払っていた。そうしているうちに式の時間が迫ってくるが、大月さんの怒りは一向に収まる様子はない。俺は意を決して言った。もう式が始まります。ここで言い合っていても始まりません。少しだけでもいいので式に参加します。俺はそう言って父親と一緒に式が行われる教会へと急いだ。おい、待て。大月さんは後ろで叫んでいたが、しばらくすると、しかめっ面のまま式場へとやってきた。しかし、式が始まる時間になっても、来るはずの招待客が誰一人として来ていない。こじんまりと少人数でやるとは言っていたが、大月さんの親族さえ来ていないのだ。大月さんも、キョロキョロとあたりを見回し、おい、場所が違うんじゃないのか？誰も来ていないじゃないか？と、係員に怒鳴っている。招待したはずの親族が来ていない？どういうことなんだろう？俺が不思議に思っていると、重厚な音楽が流れ始め、教会のドアが開き、白いタキシードに身を包んだ誠さんが、静かに入ってきた。そして父親と腕を組み歩くマナ。二人のゆっくりとした足取りを目で追いながら、同時に俺はマナと過ごした日々のことを思い出していた。風邪をひいて熱を出した
小さなマナを背負って病院まで走ったな。マナが難関高校に合格した時は、二人で手を取り合って嬉し泣きしたっけ。そんなことを考えていると、涙で前が見えなくなってしまった。膝に抱えた母親の遺影を掲げ、母さん、見える？マナ幸せそうだよ。俺はそう言って涙を拭った。父親の手を離したマナは、誠さんと向かい合い、誓いのキスをした。そして、おもむろに俺たちの方を向いて、誠さんが話し始めた。今日はお集まりいただき、ありがとうございます。お父さん、お兄ちゃん、今まで育ててくれてありがとう。今日は家族だけのささやかな式となりました。俺たちの身の丈に合った式にすることができて幸せです。おい、誠、家族だけなんて聞いてないぞ。親族全員招待したんだろう。なんで来てないんだ。幸せなこの空気を壊すかのように大月さんが怒鳴ったが、誠さんは静かにこう返した。父さん、自業自得だよ。そう言って誠さんは一枚の写真をこちらに向けてみせた。一体何の写真だ？俺たちは目を凝らし、その写真を見たが、そこには信じられないものが写っていた。大月さんと若い女性が肩を組み、ホテルに入る瞬間がはっきり捉えられていたのだ。父さんはいつも格を気にして、体裁を気にして、俺はいつも窮屈な思いをしていたよ。そんなくだらないことで人を判断する父さんみたいにはなりたくない。ずっとそう思ってきた。父さんが知らない女性と腕を組んで歩いているのを見かけた時は目を疑ったよ。思わず後をつけたらそのままホテルに入るんだもんな。驚いたよ。心底軽蔑するよ。誠、なんだよいきなり。その写真を返しなさい。でたらめだこんなの。大月さんは立ち上がり、誠さんに詰め寄った。マナは守るように誠さんの前に立ち。お父さん、ごめんなさい。でも、私も誠さんと同じ気持ちです。私の大切な兄を侮辱し、罵倒するような方を大切に思うことは今後もありませんし、絶対に許すことはできません。残念ですが。マナはそう言ってうつむいた。大月さんはもう一度自分の不貞の証拠が写った写真を凝視し、そしてがっくりと肩を落とし、地面に膝をついた。誠さんの母親はしくしくと涙を流している。親族に父親のこんな無様な姿を晒すわけにはいかないですからね。俺がみんなを呼ばなかったのは情けだと思ってください。マナのお兄さんに謝ってください。そのことで傷ついたマナにも謝ってください。裏切った母さんにも謝ってください。でないと今後一切父さんと向き合うことはできません。誠さんは堂々と立ち、しっかりとマナの手を握りながら言った。マナの一生に一度の大事な結婚式がこんなことになるなんて思いもしなかったが、誠さんと二人幸せそうなことは間違いなかった。マナのウェディングドレス姿も見ることができたし、俺はそれで十分だった。結局大月さんはその後奥さんと離婚、親族からも白い目で見られているらしい。誠さんは胸を痛めながらも、ただマナを守ることだけを考えてくれているようだった。マナ、いろいろとあったけど、信頼できる伴侶と巡り会えて本当に良かった。
次はお兄ちゃんの番だよ。幸せをつかめるよう応援してるよ。冗談っぽく俺の肩を叩くマナ。そうだな。俺も自分の幸せを探しに行こう。今まで以上に自分の仕事に誇りを持ち、過ごしていくことを心に決めた。母さん、いつも見守ってくれてありがとう。俺は仏壇の前で静かに手を合わせた。